2019年1月より放送開始となるタツノコプロ創立55周年企画の新作オリジナルアニメーション笑顔の代価より第1弾メインキャラクターキャスト情報が公開された。笑顔の代価はタイムボカン、逆襲の3悪人、インフィニティフォースなどを手掛けてきたタツノコプロの創立55周年企画となる新作オリジナルアニメ。監督にリンネのラグランジェを手掛けた鈴木俊正さん、キャラクターデザインにハイスクールフリートを担当した中村直人さん、シリーズ構成にパースナ5、ザアニメの猪爪真一さんといった実力派制作陣が集結。全く異なる立場の2人のヒロインを軸に出会うはずのなかった2人の笑顔が重なるまでの物語が綴られる。あるある2019冬アニメ。今回 W ヒロインの一人結城ソレイユの治める国ソレイユ王国のメインキャラクターキャストが公開された。結城の幼なじみヨシュア・イングラム役を演じる松岡忠史進さんや教育係のレイラ・エトワール役を演じる佐藤里奈さんのほか、ハロルド・ミラー役を神名信実さん、イザナ・ラングフォード役を沖合龍太郎さん、ユニバンキッシュ役を小市誠琴さん、ルメバンキッシュ役を榎木淳也さんがそれぞれ演じる。またキャスト陣よりコメントも到着したので紹介する。さらにアニメ笑顔の代価公式ツイッターではキャストサイン入り大本プレゼントのフォロー RT キャンペーンも実施決定。こちらもお見逃しなく。キャストコメント、キャラクタービジュアル、結城ソレイユ CV 花森ゆうり、ソレイユ王国の王女、天真爛漫で無邪気、よく笑い、泣き、怒る、感情表現の豊かな少女、国民だけでなく全ての人を笑顔にすることが王の務めだと考えている、周囲の人間に愛される元気いっぱいの女の子、コメント、同じ時代にはあるけれど全く違う背景を持つ2つの国の物語、その中でソレイユ王国の王女様である結城を演じさせていただきます。頼れる仲間たちと共に立派な王女になれるよう、笑顔の素敵な彼女を素敵に演じられるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。ヨシュア・イングラム CV 松岡忠史進、結城の幼なじみ、王国を守る騎士の家系、結城とは兄弟のように仲が良く、王国内で一番の遊び相手であり良き理解者、明るい熱血感、気合と根性があれば何とかなるというのが心情、勇気を守ることが自分の使命だと考えている、コメント、ヨシュアはかなり熱い人間ですね、物事に対して実直でハキハキしています。ただその熱血にも近い性格が災いを起こすこともたまにあります。でもその振る舞いに不安を感じさせない正義感の塊のような子です。この作品は人間関係が緻密に描かれているので、一つ一つの会話であったり感情の流れをすごく大事にアフレコさせていただいています。この空気感を壊さないように頑張ります。さらに笑顔の代価というタイトルが何を意味するのか、それは皆様の目で確かめていただきたいです。よろしくお願いいたします。レイラ・エドワール CV 佐藤里奈、結城の指導役、結城にとっては唯一の怖い存在、博識で礼儀作法に厳しい、普段は寡黙で王国内で結城を本気で敷かれる数少ない人間の一人、ただその厳しさは結城を思う愛情から来ており、結城を全力で支える。コメント、笑顔の代価、このタイトルに込められたものは何なのか、ヘリップ、物語がどのように展開していくのか、前話ドキドキしながら台本を開いています。教育係として愛らしい結城様を時に厳しく時に優しく
見守っていきたいと思います。ハロルド・ミラー、CV カミナ・ノビネン、元気師団総長。勇気を娘のように思い、彼女に対しては優しい笑顔を向ける。戦場においては的確な判断を下せる優秀な指揮官。イザナとは士官学校時代からの付き合い。コメント、今回、この作品に参加させていただけてとても感謝しています。今後どのような展開になっていくのかは僕にもまだわかりませんが、軍人として、また一人の男として、深く魅力ある演技ができたらいいなと思っています。また今回は、タツノコプロさんの創立55周年企画の大トリを飾る作品とのことで、身の引き締まる思いで臨んでおります。様、どうぞ、この新作オリジナルアニメーション、笑顔の代価をお楽しみください。イザナ・ラングフォード CV 沖合龍太郎。冷静沈着、頭脳、面積で状況把握能力に優れている政務官。争い事自体を好まないが、愛する妻と娘との平和な日常を守るためにも戦いはやむなしと考えている。お酒には弱い。ハロルドとは士官学校時代からの付き合い。コメント、国の平和を重んじるイザナは、家庭を愛する忠義に熱い男性とのこと。いつもそのことを念頭に演じてまいります。収録も始まったばかりで展開も読めませんが、二人のヒロインがどう未来を切り開くのか、ご期待。ユニバンキッシュ CV 小市誠こと、辺境出身のパイロット。双子の姉。明るく面倒見の良い姉御肌。可愛いものが大好き。ただ、ちょっと相撲新型で思い込みが激しい。自分をサポートしてくれるルーネのことを心強く思っている。パイロットとしては優秀だが、周囲の状況を把握して指示を出すようなことは苦手。コメント、初めてこの世界観に触れたとき、心臓がドドドドッと高鳴りました。全く違う笑顔を持つ二人のヒロイン。その笑顔の先にあるものは何なのでしょう？毎週繊細でありながら大きく動くストーリー。お芝居も全力で挑んでいます。私自身はユニのように一本芯が通っていながら可愛らしさも持ち合わせている女性が大好きでしてヘリップ。ぜひ作品、キャラクターともに楽しみにしていてください。ルネ・バンキッシュ CV への基準や、辺境出身のパイロット、ユニの双子の弟、姉のユニとは違い、真面目で落ち着いた雰囲気の青年、一人で突っ走ってしまうユニをいつもサポートしている。パイロットとしても優秀だが、いつも姉のサポートをしていることもあり、周囲と連携することが得意。コメント、僕が演じさせていただくルネは、ユニの双子の弟であり、王国の騎士というキャラクターなので、戦闘シーンでは双子ならではのコンビネーションで、かっこよく戦いたいと思います。ロボットの動きもスタイリッシュでかっこいい作品になっていますので、皆様、ぜひお楽しみに。作品情報、継承略、TV アニメ、笑顔の代価2019年1月よりワウワウ、東京 MX、読売テレビにて放送開始。イントロダクション、地球より遥か彼方の星にある、笑顔に溢れた王国。のユキは12歳、そろそろ多感なお年頃。毎日泣き、笑い、時にはときめいたりヘリップしながら、王宮で楽しく暮らしている。彩るのは、忠実な家臣たち。教育役のレイラ、政治を補佐するイザナ、騎士団長ハロルド、そしてヘリップ、幼馴染の側近、ヨシュラ。勇気、気合と根性さえあれば、何だってできる。ヘリップも、また、それ、ヨシュア、もっと貴族らしくして、ステラは17歳、有能かつクールな軍人。
ど、微笑みはいつも絶やさないフィリップ。フィリップ、笑顔は生きるためには欠かせないから。これは遠い星に生まれた二人の少女の物語。キャスト、結城ソレイユ、花森ゆみり、ステラシャイニング、早見沙織、ヨシュア・イングラム、松岡忠史進、レイラ・エドワール、佐藤里奈、ハロルド・ミラー、神名信念、イザナ・ラングフォード、沖谷龍太郎、ユニ・バンキッシュ、小市誠こと、ルネ・バンキッシュ、末野木純也、スタッフ、監督、鈴木俊正。シリーズ構成、猪爪真一。キャラクターデザイン、中村直人、音響監督、田中和也、音楽、伊藤翼、OP アーティスト、千穂 F。